参りましょう。昨日のおつかいちゃんからのご紹介ですね。何年ぶりだこれは。相当ぶりになりましたかね。初登場本当。トミーヘブリンさんです、どうぞ。初登場だって。そうなんですよ、意外とチャンスがなくて。意外と初登場ですね。はい、どうぞどうぞ。あ、はい、これどうぞ。これをこんな状これは新しいアルバムが出たので、それのポスターです。あー、はい、かわいいですね。これありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ貼っときましょう。はい、貼っといてちょうだい。どうぞどうぞどうぞ。ちょっとすごい挙動不審なんですけど、どうしよう。うん、すごい挙動不審ですけど、どっちからでもいいですか。すいません。鼻来てますよ。あ、ありがとうございます。デスクガレージ社員一同か。すごい。すごいですね。おつかいちゃんから来てますよ。あ、嬉しい。アイちゃん。プロモーションとかね。和田さんいっぱい来てます。ありがとうございます。アイちゃんからメッセージで、はい、今年のデートいつがいいですかね。あ、そうですね、なかなかね、いつも遊ぼうって言って時間が合わない。そう、合わないっていうか、まあ、そうですね、1年空いちゃったりとか普通に相当空きますね。するんですよね。あ、でこれ CD なんですけど。これそうですか。よかったら聞いてください。これとこれどう違うんですか。これ初回版で DVD 付きと普通っていう感じですね。ありがとうございます。はい、で今日は、私のおすすめの、ハンドクリームなんですけど、ぜひタモリさんにハンドクリーム、はい、使っていただこうと思いまして。必要なんです、私。あ、そうなんですか。うん、私どっちかというと乾燥肌で。あ、これちょっと手、パサパサなんですよ。テスト用で。え、でこう塗ってもらって、すごい香りもいい、すごいナチュラルな自然な味あります。香りありますよね。いい香りですね。そう、すごいおすすめなんで、ぜひ使ってください。花粉症では花が詰まってるのも変わらずね、うん、私も塗っちゃう。乾燥肌、はい、乾燥肌ですね。すっごい乾燥肌ですね。大変ですよね。で、こう料理したりなんかするとパッサパサになるんですよ。あ、そうです、ね、必ず。でもあれ、ハンドクリームっていろいろありますよね。うん、ここすぐ取れるやつとかいろいろあるんですけどね。そう、でもこれはかなりもうおすすめなんで、もう持つし、ありがとうございます。変なものが入ってないので。ありがとうございます。ぜひ使ってください。ありがとうございます。はい、トミさん、はい、これ名前どうなってんすか。そう、ややこしいですよね。ややこしいですね。私はフェブラリーさんだと思ってたんですけど。そうなんですよ。フェブラリーは一応メガネをかけて、あれはなんか一応フェブラリーが基準の、そのダークサイドっていうイメージなんですよね。は？そのはって言われてる。トミーフェブラリーはメガネかけてますよね。そう、は自分自身のブライトサイドで、まあ、明るい方と暗い方みたいな感じ、陰と陽みたいな。これ6畳になってますか。これ読まなくていいんですか。はい、これは6畳ではなく、一応なんかトミー・フェブラリーが私の誕生月の6がついてるんですよ。で、誕生日なんですね、6が。はー、で、まあ、これはちょっとついでにつけたみたいな感じなんです。ヘブンリーでいいんですね。はい、これヘブンリーで読みは。でも眼鏡かけないと今日はトミーヘブンリーですね。そうですね。でも、はい、結構明るいじゃないですか。あー、なんかちょっと暗いとちょっとやばいかなっていういいと思うね。はい、衣装は決まってるの。暗いヘブンリー。そうですね、だから作品の時とかは結構黒、うん、あれがそうなの。そうなんですよ。ほー、普段はヘブンリーとしてはもっとすごいああいうメイクをしていて、でも多分ここでそのメイクをしてると、多分みんな泣いちゃうかなって怖くて。あ、気遣っていただいたわけですね。うん、多分なっちゃうと思うんで、今日はおすすめです。歌も全然違うわけですか。そうなんですよ、だからぜひ聞いてください。聞きます。なんか割とこう、なんかホラーっぽい感じっていうか。あ、ホラーっぽいの。そうそうそう、だから自分のダークサイド なので、やっぱりこう、なんか恐怖とか、あそこがテーマになってるんですか。感じがテーマになってます。フェブラリーの明るい歌とは全然違う。違う感じで。お、はい、いいですね、はい、いろいろキャラクター使い分けてややこしい。でもスベスベですね、はい、これ良くないですか。これいいですね。これ香りもいい
から、うん、変なものが入ってないんですごい おすすめです。この愛ちゃんと会ってる時でお酒飲んでるんですか、はい、いや全然なんか普通にご飯食べたりとか、うん、あとはでも普段メールですかねやっぱり、うん、結構すごいねあの、うん、なんかもう好き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 言ってくれてなんか昨日もすごい好きって言ってました。うん、私も、うん、私も愛してるからね。愛してるんですか。はい愛ちゃん愛してる、うん、いいそうなんですよね。いいですね。ラブラブカップルです。ラブラブカップル、はい、うん、トミーさんでも不思議ですよね。そうですか。なんかあんまり生活が見えてこないんですけどね。なんかねすごい堕落してますね。堕落してるの。なんか、ね、うん、寝てばっかりいますね。何時間ぐらい寝てるの。13時間から16時間ぐらい。でも2回に分けてですよ。1回は無理ですけどね。2回に分けてって言い方はおかしいですよ。それそれどういうことですか。2回に分けてっていうのは。とりあえず8時間ぐらい寝て、まあ 6、うん、まあ、6時間から8時間ぐらい寝て、うん、でまあ、一旦起きるんですか。いろいろなんかこう制作のものとかやったりして、うん、だからまたこう寝るみたいな感じで、まあ、8時間ぐらい、あ、4、5時間、はい、どういう生活なんだろうな。と1日24時間と区切りがないですねあんまり。うん、そうかもしれませんね。どれぐらい 寝られますか。7時間。あ、決めて。だいたい6時間か7時間。いいぐらいなんですよね、それがね。これが一番健康にいいらしいですよ。ですよね。最近の健康によると寝すぎも大丈夫ですか。花粉症ですか。そう、花粉咳きますよね。あの今ね、あの花粉症っていうか、あのすごい生放送なのに黄砂が来てるんですよ、中国から。黄砂だ。私昨日から咳が出るんですよ。黄砂です、それそれです。もう多分ね、うん、みんなの服についてるんでしょうね黄砂。黄砂は今あの韓国ですごく、韓国学校から全部休みになったんですよ、あんまりすごく。やっぱ日本も影響受けてる、ね、日本もだから韓国来るというのは日本も相当来てますが、うん、昨日なんかでもぼーっとしてたでしょ。してましたね、うん、俺少しね花粉症が治まるとまたこの時期黄砂になって、はい、目に来るんですよ僕の場合には。あ、目も来ますよね、うん、ありますあります。でもアレルギー弱そう、アレルギー弱そうですね。弱いですね多分、うん、アレルギーテストとかしたことないんですけど、うん、でも多分ほとんどダメでしょうね。他にもハウスダストとかいろいろあります。 あると思います多分、うん、ひょっとすると寝すぎじゃないですかね。そう、寝すぎ良くないと思うんですよね。寝すぎ良くないかね。でもすぐ眠くなるんですよね。会場役員の女性がスイッチ持ってますんで、一、はい、人に該当するアンケートを出しました。私と携帯ストラップ差し上げます。何でもどうぞ。いいですよ、はい、でもいい。100あれですよね、100人にしては、ガムを飲んじゃう人、うん、たまにいません。って思うんですけど、私は飲まないんですけど。あ、飲まないの。たまになんかゴクって飲んじゃう人がいるんですよ。いや、聞いたことありますね。だから珍しいと思うんですけど、一、うん、人くらいだったらいらっしゃるかな。ガムを私は飲んじゃう。スイッチオン。多すぎる。大丈夫。100人中13人1割以上が飲んじゃう。うんうんってうなずいてる。はぁ、すごい。なんで飲んじゃうの。なんで飲んじゃうの。何のために。わかんないね。なんかいいんですかね。いや、よくないと思います。はぁ、まあどっちみち出ちゃうと思うんですけど、飲んじゃうんだ。そうですけどね、うん、大幅に残念でした。あ、残念、多い、意外。それじゃあお友達紹介してください。はい、すいません、ありがとうございます。音羽ちゃん。あ、音羽ちゃんです。音羽ちゃん付き合いがあるんですか。最近ツアーもやって、まあ、ちょっと終わったばっかりなんですけど、うん、それも見に来てくれて、あの藤井隆さんのプロデュースを昔やらせていただいたことがあって、うん、それの、まあ、それあのご紹介っていうのもあるんですけど、はい、すごい可愛い。ツアーはちゃんとやってるんですね、うん、デブショーにも関わらず。そうですね、なんか一応歌は歌っとこうかな。少々お待ちください。はい、ありがとうございます。
もしもし。あ、もしもし、おとうです。どうも。この間ありがとうございました。 ありがとうございました。来ていただいて、かわいい。はい、じゃあ、タモリさんに変わりますね。はい、わ、はい、かりました。かわいい。もしもし。もしもし、おとうです。あ、どうも。こんにちは。こんにちは。ご無沙汰してます。こちらこそ。どうも。葉っぱちゃんですか。はい、葉っぱ、おとはです。そういえば、はい、そうです。今何やってんですか。今ニキビ潰してました。こんな綺麗な肌にニキビできるんですか。はい、ちょっとできちゃいました。はい、何食べたの。チョコレート食べました。食べ過ぎだね。はい、明日いいとも大丈夫ですか。はい、いいとも。いいとも、じゃあお待ちください。はい、